ジアゴスチーニ、スター・ウォーズ、スターシップ&ビークルコレクション、スター・デストロイヤー。はい、皆さん、ごきげんよう、ジョニーな人です。今回はジアゴスチーニから出ている、スター・ウォーズ、スターシップ&ビークルコレクションから第3弾のスター・デストロイヤーをご紹介します。第2弾の X ウィングの紹介はしないのか？ですって？すみません、ジョニーな人は基本的にエピソード4からエピソード6以外はあまり興味がありません。そのため、前回のミレニアムファルコン号に続いて購入したのは、今のところこれだけです。さらに次回のアタットはエピソード5に登場する兵器ですが、それもあまり興味がないので買う予定はありません。こういう宇宙の乗り物系など、個人的に好きなものだけ買っていく予定です。それにしても、このスターデストロイヤーは結構よくできているなぁ。推進機周りは明るめのメタリックブルーで塗装されているので宇宙を飛んでいるみたい。全体的に細かなモールドがあってライティングによってはかなり雰囲気が良くなります。バンダイのプラモデルの小さなスターデストロイヤーを持っていたんだけど、3月16日の地震で壊れちゃったんだよね。バンダイのプラモデルが数百円だったのに対して、これは約3000円。この大きさに3000円の価値を感じられるか。正直、第1弾のミレニアムファルコン号が安すぎたよね。あれと比べちゃうと、このスターデストロイヤーは高いなぁ。細かなモールドなど本当にかっこいいんだけど何かプラスワンの魅力があればよかったんだけどなぁ。電飾が入っているとか、まあ金額的には無理か。逆にダイキャスト製だから電飾を追加する加工も難しいだろうねー。この大きさに魅力を感じなければ、小さいけれどバンダイの数百円のプラモデルの方がおすすめかも。それにこのシリーズ、買い続けたら飾るところに困っちゃうと思うよね。我が家ではすでにもう飾っておけるスペースがありません。とまあ、簡易レビューはこんな感じです。第3号のパッケージはこうなっています。当然、全体的にスターデストロイヤーの画像がたくさんレイアウトされています。中の方もスターデストロイヤーの記事になっていますが、ターキン提督を取り上げた記事も掲載されていましたよ。そして他の大型艦船の記事もありました。スターデストロイヤーはこんな風にパッケージされています。取り出してみましょう。こうして取り出して最初に思ったのが、あれ？なんか小さくない？三角形の戦艦だからなのか、四角いパッケージに入れるためには小ぶりになっちゃうのかも。後でファルコン号と並べてみますが、並べると余計に小さく感じますー。スタンドはミレニアムファルコン号に付属してたものと同じ感じですね。全体的に細かなモールドがびっしり入っているから照明の当て方によって、かなり雰囲気が変わります。これ単体で見る分には不満はなかったんだけど、ファルコン号と並べちゃうと、なんかね、並べてみましょう。ほら、スターデストロイヤーが小さく感じちゃうでしょ。元々のスケールが違うから比べちゃダメなんだろうけど、塗装的にもグレー一色のスターデストロイヤーはどうしても地味だから、大きさも相まって、なんだか割高に感じちゃう。こうやって、これだけ見ている分にはいいんですよ。スターデストロイヤーの立体物として十分にすごいと思うの。特にこの辺りの雰囲気は抜群にかっこいいよ。下側はどうしてもあっさりとしちゃって地味だよねー。ゆいーん。かっこいい。エピソード4の冒頭でレイア姫の乗っていた宇宙船を追いかける時の巨大戦艦の迫力を感じられるね。でも、こうやってファルコン号と並べちゃうとどうしてもねー。
ジで撮影して遊ぶには楽しいよ。次に買うとしたら、デススターかな。デススター2の立体ものはプラモデルで持っているけど、エピソード4で破壊されたデススターは持っていないんだよね。でも球体のデススターをこのパッケージに入れるとしたら2分割かな。大きさ的にはさらに小さく感じちゃうような予感がします。それじゃあ、今回はこの辺でー。バイバイ、またねー。